中村祐吉は、水戸藩士、天狗党筑波山老子、薩摩御用党、母親戦争参戦者、板垣大助に、水戸学の影響を与え、母親戦争の前哨戦となる江戸薩摩藩邸の焼き討ち事件を誘発した人物。水戸藩士で、幕末、横浜左幸が一向に実行されない事態に、生き通った藤田小四郎の劇にこうし、水戸町奉行、 田丸稲の衛門の首相とし、源氏元年3月27日、筑波山に集結し62人の同志たちと共に、挙兵。中村ら筑波勢は、急進的な尊老上一層を有していたが、日光道将軍へ、上位結婚祈願の激文に、上は天朝に奉仕立て祭り、下は幕府を保育し、新州の医療を万国に輝き僧侶を用意たしど、 と記すなど、表面的には幕府を敬い、上位の欠航も、あくまで東商宮の遺訓であるとしていた。そのため、徳川家康を祀った聖地である、日光東照宮を占拠し、上位を欠航することを計画し、源氏元年4月3日、下谷国日光まで進軍したが、日光武行、小倉正義の通報により近隣閣藩兵が出陣したため、中村らは、 日光から太平山移動。同地に5月末まで駐留した。後犬井大輔は中村祐吉ちらから水戸学における尊能思想の影響を受け検算した。水戸老子が東照宮を敬う姿は母親戦争の際、大輔が高志高志を尽くした参経を行い、戦火から守った行動にも貫かれている。武田幸運斎筑波山の図。 近世史略のうち歌川国機筆、明治24年9月現時元年6月、幕府は、筑波勢追悼令を出して、日立国、下津家国の諸藩に出兵を命じ、直属の幕府陸軍なども動員した。7月7日に、諸藩連合軍と筑波勢との間で戦闘が、始まった。筑波勢は起戦を制して下津間近くの多方院で、野獣に成功。しかし、水戸藩内で、 天狗堂参加者の親族に対する報復が始まり、一族の屋敷が放火されたり、家人が倒木、銃殺されるなどの虐殺が行われた。筑波勢の内部では、動揺が起こり、筑波勢本体は、水戸に戻り、水戸城下で、諸政党と交戦するが敗退。江戸へ向かって進撃した一派も鹿島付近に出、幕府軍に敗北した。慶応2年12月、 江戸築地土佐藩邸の総惑役であった犬井大輔頼って江戸に潜伏し、庇護を求める。犬井大輔は参勤交代で藩主が土佐へ帰ったばかりで判定に人が少ないのを好機として独断で彼らを判定内にかくまった。後下がら創造、里見坊ら見取ろうし複数名が潜伏に加わる。中村ら見取ろうしは当初、薩摩藩に恨みを懐いていた。それは、 金門の変の時に長州藩を砲撃したためである。しかし、大助は、それは、君たちの間違いである。今日の時世においては、絶対に、不老の戸だけで時代を成すことはできない。藩は全力を挙げて取り組まねばならないし、そうなると、薩摩藩と組むことになるかもしれないと痛められる。土佐藩築地藩定潜伏後、この陰徳を、大介は、 江戸財布の藩士で、気心の知れた、山田義久は、学べ改作、小笠原賢吉にのみ打ち明けその世話を一任した。後に大介は、筑後出身の刀鍛冶で、土佐藩に召し抱えられた、豊永久左衛門と実婚の中となり、義教心がある男と見込んで、中村らみ太郎氏の陰徳を打ち明ける。殺度倒幕の密約記念碑密約が締結される前。 段階として、京都東山、金安楼で、会見が持たれたことを記念する石碑京都市東山区、慶応3年5月21日、中岡慎太郎の仲介によって、土佐藩、犬井大輔と薩摩藩、西郷隆盛の間で締結された、薩土倒幕の密約では、この老子らの身柄を、土佐藩邸から、薩摩藩邸へ一貫することも盛り込まれた。 拙者は去年4すより、三老市、中村祐吉という者がい数名。これは、筑波山の残党でありますが、やがて時至って倒幕のことを起こす時のようなために、江戸築地の判定にかくまっております。これは拙者の一存でかくまっている者たちで、当面は、江戸に残る同士の者ともによく申し付け、その身を託しておりますが、長くは世話をしきれません。 犬井大輔総大輔が相談すると、最後は、そうでごわすか。しからば、拙者のところで面倒を見ましょうと、身柄の引き受けを承諾した。翌5月22日に、犬井は、薩摩藩と締結した密約を、山内陽道に臨毛し、同時に、金納波三泥氏を、江戸藩邸に引徳していることを告白。土佐藩の帰去を促すと、 陽道はその勢いに押される形でこの軍事密約を承認し、大助に軍政改革を命じた。土佐藩は犬居を筆頭として、軍政改革、近代式連兵を行うことを決定。薩摩藩側も5月25日、薩摩藩邸で重臣会議を開き、反論を武力倒幕に統一することが確認された。マナセ作が大阪で三室氏により殺害された件に関し、 中村祐吉が、マナへ送った書簡に、倒幕の秘策が書かれていたため、書簡の紛失を危ぶみ、中岡慎太郎が、犬井大輔の身を暗示注意を呼びかけた。しかるところ中村氏よりマナ瀬氏への書状のこと、深くにより受けたり候うところ、マナ瀬儀は、先だって大阪におで、三風老子のために殺害せられ公用し、彼の書状のこと、どうなり候うなりと懸念に絶えず、 佐行秀は、水は、三刀の陰徳に老狽し、自らに罪が及ぶのを恐れ、判定役人にこの事実を訴えた。江戸役人から慶応3年9月9日、在京の土佐藩重役、寺村左膳にこのことが伝えられた。左膳は、山内陽道へ、犬井塁大輔が、江戸築地の土佐藩邸に、天狗島残党を陰徳し、薩摩藩が京都で挙兵した場合、 大輔らの一党が東国で挙兵する計画を立てていることと、雪秀が所有している、イ大輔が、中村幸吉にずつた所管の写しが証拠として列挙し、報告することで大輔の失脚を狙った。このことが、陽道校の耳に入れば、大輔の命はとても助からないであろうという話を、漏れ聞いた、清岡公張は、土佐金納党の一員であった、島村寿太郎に、 犬井大輔を脱藩させることを提案。島村が大輔に面会して、脱藩を進めた。しかし、大輔は、陽道の小川五用駅、西野智子に対し、三刀氏を判定に引得していることは、すでに5月22日に自ら陽道公へ、申し上げていることであるため、すでに覚悟はできておりご沙汰を待つのみであると、返答している。果たしてこれに対して陽道は、大輔は、 暴撃の、今日けれど、豪も邪心なく指示のために動かず、軍下が、奥より行きを創付もあまりは彼を殺すに忍びずと、答えたためことなきを得る。慶応3年10月、中村ら老子たちは、土佐判定から、薩摩判定へ一貫される。土佐判は、当時、恩恵な大政奉還路線を取ろうとし、倒幕派老子の扱いに困ったことと、犬井大輔ら武力倒幕派は、 倒幕砂漠と情勢が不安定な土砂藩内より、倒幕勢力を薩摩藩に集約させておきたいという利害が一致し、薩土倒幕の密約に基づき大政奉還直前に、慌ただしく中村雄吉、相良創造、里見坊ら三郎氏が薩摩藩の保護下へ移管された。倒幕の密直朝廷は幕府を討伐すべく、倒幕の密直を慶応3年10月13日に薩摩藩へ、 翌14日には、長州藩へ、それぞれ下した。薩摩はすぐに行動を開始しようとしたが、直後の慶応3年10月14日に、大政奉還が行われ、倒幕の実行延期の沙汰書が10月21日に、なされたため、倒幕の密直は事実上、取り消された。倒幕のための挙兵の中止も、江戸の薩摩藩邸に伝わったが、 倒幕拒兵の噂は芝叩く間に広まっていて、薩摩藩邸ではその日のついた死死を抑えることはできずに、いた。土佐藩から身柄を遺憾された中村祐吉、佐相良造、里見坊らは、西郷隆盛の意を受けて、活動を開始し、三田の薩摩藩邸を根拠地として、意志を同じくする倒幕、尊能上一層の老子を多数招き入れた。彼らは、薩摩藩氏、 イムタ昌平やマスミツ之助の指示を受け、放火、略奪、暴行などを繰り返して、幕府を挑発した。その行動の指針となったお定め書きにあった、攻撃対象は、幕府を助ける商人と諸藩の浪人、死死の活動の妨げになる商人と、幕府役人、動物を扱う商人、金倉を持つ負傷の四種に及んだ。旧幕府も前橋藩、桜藩、三部藩、 省内藩に、盗賊その他、怪しき風体の者は見かけ次第、必ずめ取り申すべし。賊が逆らいて、その手に余れば打ち果たすも目しからずと厳重に支柱の取り締まりを命じたが、武装集団に対しては十分な取り締まりとならなかった。省内藩は、旧幕府が上落のため編成し、その後警護に当たっていた、新町組を借り受け、薩摩判定を見張らせた。 これらの状況下で、幕臣たちは、続出する騒乱の黒幕は、薩摩藩との疑いを強くし、将軍の留守を守る淀藩主の老中、稲葉正久にはついに武力行使も辞さない、強行手段を決意する。12月24日、将内藩江戸邸の留守役、松平をやふところに、薩摩藩邸に、族との引き渡しを求めた上で、従わなければ討ち入って飯とらえよとの命を下す。 これらの命を受けて、12月25日未明、庄内藩に加え、上山藩、鯖江藩、岩月藩の三藩と、庄内藩の市藩であるでは松山藩が、薩摩藩三田屋敷を包囲。交渉役の庄内藩士、安倍東蔵が、薩摩藩邸を単身で訪問。藩邸の留守役の篠崎彦十郎を呼び、中村らの老子を武装を解除した上で一人残らず、 引き渡すよう通告したが、その場で、篠崎は即時引き渡しを拒否。安倍の指示によって、幕府方は、薩摩藩邸打ち入りを決行。篠崎は、省内藩兵に、槍で突き殺される。さらに包囲する、省内藩兵たちも砲撃を始め、同時に西門を除く三方から、薩摩藩邸に打ち入りを開始。迎え撃つ薩摩藩側も応戦するが、 大勢に無勢であり戦闘開始から3時間後、旧幕府側の砲撃や漏師らの放火によって、薩摩藩邸は、至るところで延焼し、もはや踏みとどまれる状況ではなかった。当初より脱出を指示されていた、中村ら漏師たちは、喝采に紛れて、藩邸を飛び出し、二十数名が一組となって逃走。慶応四年五月十五日、中村祐吉は、上野戦争で、薩摩藩定として、 将棋平旧幕府軍と戦い奮戦。幕軍の砲弾で右肩を打ち砕かれ、わずかな皮膚のみで右腕がぶら下がっている状態で、ト板の担架に乗せられ、病院へ収容されたが、手の施しようのなく、回復の見込みのないことから、応急処置がされただけであった。中村祐吉は、病院へ収容された時も意識は、はっきりしており、 自分が手の施しようがない重症であるとわかると、わかった。助かりそうもないということだな。それなら手当ては、せんでもよい。それより腹が減ってたまらん。飯を食べさせてもらいたいと言い、出された飯をペロリと6杯平らげた。これには傍らにいた、西郷隆盛も驚いた。さらに小笠原ただ八は、西郷の傍らにいた。 重症でありながらも豪快な食べっぷりの中村の姿を目撃して驚き、誰かと尋ねると、西郷は、これは、三言藩の板垣さんより頼まれた三とろの中村、雄吉であると答えた。中村はその3日後亡くなった。慶応4年5月18日死去。小笠原は、驚きのあまりこのことを板垣へ伝えた。板垣は後日、西郷に会った時に、 中村の最後を聞いたが、最後も中村がこれほどの強炭な男だったとは思わなかった年きりに感心していた。母親戦争後、江戸薩摩判定の焼き打ち事件を、最後高森と板垣大助は、私が母親戦争後に再び、西郷君と会ふた時、西郷君は、板垣さんという人は恐ろしい人よ。他人のところへ。 あんな物騒な労使を放り込んで戦争を打つ、始めさせるとは、心療炎坊。なんとも、恐ろしい人よと茶化して、私に言うので、それはさてさて、人聞きが悪い。近頃迷惑千万な話じゃが、これを投与された先生こそ随分と、危険な個人であったように思いまする。とにかく守備は上々。あれは、後期幕開けでござりましたなと申し上げたら、西郷君は、 かか対象したのをさとし得ております。あの老費騒ぎが母親戦争の幕開けであったと思っております。板垣大助、維新前後経歴団、中村雄吉、相良創造里見坊らこそが母親戦争の前哨戦となる事件へ発展した重要人物であったと評している。ありがとうございます。